皆さん、こんばんは。めちゃめちゃ焼けたタイガなんですけど、今回ね、実は最初はごめんなさい。ごめんなさいっていうか、そのね、今回、家島岳人くんといった Vlog を載せようと思って編集してたんですけど、でも結構時間ギリギリで編集してたんですけど、なんか終わりが見えなくて、ちょっとだったら違う動画にしちゃおうかなと思って今動画を撮り始めてるんですけど、一旦まず報告、髪の毛を切りましたで、ね、やっぱ目が見えてないとダメだわっていうか、本当にスッキリして視界良好で、しかも、このなんていうの、ヘアアイロンを使ったかったんですけど、なんか使いたいんですよねって、使ってこれからやっていきたいんですよって切ってる時に言ったら、なんか、うちで使ってないのあるからあげるよみたいなって言ってくれたんですよ、ヘアアイロンは。それ本当にありがとうございます。今ちょっとやったけどなんか下手だね。こっから進化していけると思うんで、でもなんか可愛い系の髪型で目もスッキリしていて、本当になんか清掃綺麗じゃない。耳も出てて目も出ててパッとあーいいねっていう感じの髪型になることができて幸せでございます。なんですけど、実はこの髪型はその家島に行った日の夜、帰りの船で予約して7時ぐらいに切ってもらったんですけど、本当に家島のに行った日は本当に1日充実してて、次回あげるんでそれまでお待ちいただきたいんですけど、さらに前々回ぐらいの動画のガクト君の免許取得動画で僕がメガネを買ったじゃないですか。それを手に入れることができたのでお見せしたいと思うんですけど、まずね、これジーンズで買いました。こちらちょっとピン立ってるかな、ジーンズとビームスデザイン、ジーンズとビームスのコラボのメガネ で僕ね、この顔だから、やっぱ顔がでかいと思ってるからね、その黒ぼちメガネ、そういう系が似合うかなと思って、このウェリントンって言うんですか、これめっちゃかっこよくない？この内側、あー見えてるかな、ここにね、ちゃんとジーンズとビームスって書いてあんのよ。でレンズは青、ちょっとライトブルーだっけかな、青いぐらいにして、ちょっと指紋めっちゃついてるね。あとこのメガネ拭きもめっちゃおしゃれじゃない？ちょっと待って、これはい、ちょっとめっちゃ汚れちゃってるけど、これをいきますね。このモニターもめちゃめちゃ見えるようになって、まあ、これ青いレンズが入ってる時ちょっとハゲ、まあいいか、いやいやいや、なんていうの、めっちゃレンズ青いけど別にサングラスとかじゃなくて、青色の薄い青色を入れただけ、青い色が好きだから、青色すぎるけどこの空間が、まあとても気に入っている。結構ね、これ見てもらえば分かるんだけど、なんていうの、バリエーション豊富、いろんなキャットアイ型みたいなとか、なんかいろんな、なんていうの、なんかラッパーがつけてそうな形があったんですけど、やっぱ一番似合うのがこれかなと思って今回はこれにいたしました。で、なんだろうな、なんかやっぱまだちょっと違和感ある。でもよく見えることは確かになんですけど、冷蔵庫に貼ってあるね、なんかマグネットとかの文字とかが見えるけど、やっぱなんかまだ慣れない。ちょっと、まあ、ここからね、ファッション込みでこれをつけていきたいと思うんですけど、ちょっと待って、モニター越しさ、これも髪の毛ないようにしか見えないんだよね、前髪が。いいのか、寝起きの髪の毛にアイロンして、ちょっとなんかとりあえずこっちで分けてここをアイロンしとこうかなっていう感じで寝癖につけてやったから、あれ変なのかもしれないけど、ちゃんとやればもっとうまくいくのかもしれませんが、まあでもなんかめっちゃ良くない、これとこの頭とこのメガネのセット、なんか いい感じ、めちゃめちゃおしゃれに見えなくもないかなっていう感じでやってます。ちゃんと使っていきたいっていうか、このメガネに似合うようなメガネ男子になっていきたいと思います。ということでね、本当に時間がなくて焦って今この動画を撮ったんですけど、あ、ちょっと待って、このタブレット、ギャラクシーのタブレットのカバーも届きました。おしゃれ、青クラシック、クラシックっていうか、シック雰囲気、大人な雰囲気、なんか本当はステッカーとかベチャーとか貼りたいのもあったけど、まあ一旦で、あとこのこれだ、こっちも届いたんだ、このね、クーポンで、これ本当なら2万円ぐらいするらしいんですけど、キャンペーン中に買うとこれが無料で手に入るっていう、このキーボードを手に入れることができて、これをもう学校に持ってって、これで卒論書き始めたり、書き始めるっていうか、まあやっぱやんなきゃいけないんですけど、夏休みね、いい感じ、いい生活を送れそうだよね。だってメガネも買ったし、髪の毛切ったし、新しい後期、最後の大学生、やばい、それも本当にやばいと思うんだけど、最後のあと半年ぐらい、半年っていうか後期頑張っていきたいと思うので、あと次の動画の編集も頑張っていきたいと思います。ということで、また次回の動画が良かったなと思った人はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあ、そうヒカキンさんみたいで嬉しいんだよね、ちょっとの黒縁メガネ。じゃあ、ブーン。本当になんかもう余計なことしか言ってないけど、余計なことでもないけど、本当に最高のお買い物もできて嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあ、バーイ。